昭和58年の6月の今日、あるいはその数日後か、私が殺される。30年近く経つのか。私たちにあなたの知っていること、思っていることを教えてくれませんか。この雛見様にもう興味はない。次の雛見様探しに行くことにするわ。繰り返される時間、繰り返される世界。この雛見沢ではね、毎年綿流しの季節におかしな死に方をする人が出るのよ。このまま放っておいたらまたいつもの繰り返し、世界は悲劇の迷宮に迷い込んでしまう。またあの日が来て私は殺されてしまう。さとこ、本当にさとこちゃんのおじさんが帰ってきたのかな。さとことさとしくんがあいつにどんな目に遭わされてたか先生だって知ってるでしょ。私最近物騒なことしか思いつかないの。今からあいつを殺しに行く、それが一番手っ取り早い方法です。これってやっぱり青社様のただになんでしょうか。全て決まっている運命なのです。誰も逆らえないのです。リカ、何か悩みがあるなら一人で抱え込まずにまず仲間に相談する。抜け出して、みんな辛くなって苦しめていたことにも気づけなかった。運命は俺たちの手で変えられるものなんだ。あんないい子にこれ以上辛い思いをさせてたまるか。人に相談するって大事なことだよね。私は大切な人たちを守りたい。子供らはやがて雛見沢を引き継ぐ。誰が引っ越してきてもきっと村変わる。私は戦う。惨劇は回避できるんだ。そして掴めるんだ、その先の未来ってやつを。この日のために100年もの時間をかけたんだから。